影響なんですね。僕は母親がすごく映画好きで、子供の頃からよく映画に連れてってもらったんですけど、映画の主人公ってやっぱかっこいいですよね。で、僕なりにそういうなんかこう映画の主人公に憧れるみたいなことから、多分その洋服っていうのが自分を表す手段だみたいな、自己表現の一つとして洋服っていうものに目覚めただと思うんですね。あとやっぱビートルズですよ。それまでの僕が知ってたミュージシャンっていうのは音楽を演奏する人でも、ビートルズっていうのはかっこいい人が音楽を演奏してて、彼らの表現者としての存在の中に、彼らが何を着るかとか、どんなヘアスタイルをするかとか、それも入ってて、あ、この人たちがかっこいいのには訳があるんだ、じゃ自分もこういう人たちみたいになりたいなって思ったってやっぱすごく大きいと思います。そこからブリティッシュロックに目覚めて、いろんなイギリスのミュージシャンの格好に影響されたり、そういうような洋服を探したりっていうのは、一番多分洋服にのめり込んでいった大きなきっかけですね。自分自身が今でも消費者、お客様だし、自分自身がこう洋服好きで着ていく中で、本当に自分が心から好きだったり心から共感できるものって、結局創造性が強くて胸を打つようなものか、非常にこう職人魂がこもってて、こう感動させられるようなものだっていう、自分にとってのリアリティがどん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 深くなってって、一番新しいって言われるものだけを追ってた自分から、そこまでって結構、まあキザな言い方すれば人として深くなれたのかなっていう気がします。上の段の左から、ボビーウッドルクの手前って誰ですか、それ？ボビーウッドルクの手前、あの右こっち、うん、これアルゾ。アルゾ、アルゾってニューヨークにあるシンガーソングライター、今年ぐらいになってまった。あ、そうなんですか。フリースオールです、ね、へー、すごいですよ。へー、あらゆるジャンルで、あと年代も、うちはまあある程度限られた年代しかないですけど、ある程度精通してるっていうか、理解してるっていうか、全てその辺が把握してるからファッションにつながってんのかなっていうのが、なんかずっと思いますね。何でも詳しいちゃんと数えたことないんですけど、多分今5000枚ぐらいなんですね。で、前に住んでたところが4000枚ぐらいまではなんとか数えたんですけど、正確にじゃないけど、でその前のうちは床がへっこんじゃって、でまあ手狭にもなったし、このうちに約10年前に引っ越したんですよ。でも4000枚ってことは、大体欲しいものはほとんど手に入れてるわけだから、これ以上増えないだろうと思ってたんですけど、その DJ 始めちゃったこともあって、また増え始めちゃって、この10年間で多分1000枚増えちゃったんだと思いますね。音楽はまだまだ知らないことが山ほどあって、だから音楽、新しいジャンルに挑戦したり、自分がそれであんまり深掘りしてなかったジャンルに自分がだんだんこう深みにはまっていくことはすごく楽しいんですね。特にまあその DJ まがいのことをやらせてもらうようになったこの10年間ぐらいっていうのは、その洋服を組み合わせたり、あるいはお店の品揃えを考えたりする、そのまあ洋服屋さんとしての仕事、洋服屋さんとしての興味の部分と DJ ってすごく似てて、もう僕にとってほとんど一緒だなっていうふうに思うんですよ。でも本当になんか音楽にはすごく助けられてて、非常にいいディレクションができると、ちょっともう当分これ以上のはできないかもって大体毎回1回は思うんですよ。
でも次にいい音楽に出会ったり何かを再発見したりすると、あ、またやっぱり音楽のネタさえあれば次作れるなと思いますね。